はようございます。もこさん、おはようございます。ハレリア、まいちゃん、ハレリア、おはようございます。今日はですね、そうですね、少し涼しくて、そして雨も降ってません。アンニビさん、おはようございます。トモさん、ズニャンさん、タイエオさん、おはようございます。ただ問題は、蚊ですね。蚊がいます。夏は仕方ありませんが、はい、まんちゃんさん、はい、けんごさん、はんなさん、おはようございます。のび太さん、おはようございます。蚊の対策としてですね、まあこういう虫除け、見えるかな、虫除けと、それからあとこういうパッチですね、虫除けパッチ押しとりますが、ちょっとこれだと十分じゃないかもしれません。ガロードさん、おはようございます。スキンガード、ああそうですね、スキンガードもやったことあります。なんかちょっとね、こう肌に塗るっていうのがなんとなく抵抗があるんですが、まあスキンガードの方が効果があるかもしれませんね。またですね、ムクゲの花がまだ咲いてますので、ちょっと今日はムクゲの花をお見せしたいと思います。今度の日曜ぐらいから梅雨明けだそうです。あやぽんさん、おはようございます。ムクゲですね。まあこれからですよね。これから本格的に咲くのではないかと思います。ゆうさん、おはようございます。みやももさん、おはようございます。サミヤさん、おはようございます。クマの虫除けパッチはご自分で買ったんですか？どうだったでしょうか？覚えてないです。これはもう2年ぐらい前のですが、自分で買ったかどうか覚えてません。ごめんなさい。まあこの公園が一番まあやりやすくなりました。なぜかというと、まず電波がいいということですね。電波がいい。そして人がいない。そして、そうですね。やっぱり電波が一番でしょうかね。電波が一番、人がいない。それはやっぱりとても、その、放送の条件ですよね。いつも電波で悩んでました。電波で悩んでましたけど、まあ、この公演はですね、まあ、一番電波が悩まないというか、電波が一番ですね。そうですね、電波が一番です。あ、電波悪い。もう電波が悪いって来てしまいました。このブランコのとこがちょっと電波が悪いんですね。ですからあまりここは長くいられないんですけど、カステラ1番、電話2番、3時のおやつは文明堂。そう、電波が一番。そして、そうですね、もう一度ちょっと今日アナウンスしなければなりません。来週の火曜から1週間、再来週の火曜までちょっと休みます。デビット・テイラーの集会ですね。デビット・テイラーの集会に、行きます。ですから1週間ちょっと休みますが、向こうからですね、配信ができるかもしれません。しかし電波のね、電波のことがまだ全然分かってないので、一週間ですね、どういうふうに放送ができるか、この時間通りにできるかどうか、ちょっと予測がつかないんですね。まさに電波の問題と時差の問題。電波の問題と時差の問題で、
ちょっと予測がつきませんので、ツイッターですね、パスタQちゃんのツイッターとニコ生のコミでその状況が分かり次第連絡しますので、ぜひ皆さん、放送ができたらと思います。集会の放送はですね、英語なので通訳はちょっと難しいので、集会の放送はちょっとですね、期待しないでほしいと思います。日本の集会は通訳がありますけど、向こうの集会は通訳がないんです。あ、いえいえ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。構いませんよ。可愛いですね。ですから、そうですね、向こうでですね、何か放送ができるかもしれません。はい、リュビさん、おはようございます。はい。向井さん、おはようございます。太陽が昇り沈む。倒れて起き上がるんですね。そうです。神様は、私たちを、私たちが倒れても、ね、また、立たせてくれる。ね、七転び八起きという、言葉が日本にはありますけど、あれは聖書の言葉なんですね。聖書の言葉に、7回倒れても神様はまた起こしてくれるという言葉があるんです。それが7転び8起き。私たちはいろいろ失敗します。いろいろ問題にぶつかります。しかしイエス様がもう一度起こしてくださる。 You raise me up、ね、You raise me up っていう曲、皆さん知ってますか？まさにあれですね、あなたが私を、レイズアップっていうのは、この起こしてくれるということですが、私たちが倒れてもイエス様が引き起こしてくださる、ね、イエス様が引き起こしてくださる、それがとても大事なことですよね。ですから皆さん心配しなくていいのです。私たちは、イエス様と一緒にいれば、ね、守られる、助けられる。人生もそうです。特にね、皆さん旅行に行くとそれがよくわかります。旅行に行くとですね、信仰的になります。なぜかというと、いろいろハプニングが起きて、祈らざるを得なくなります。聖さん、僕は体重が110キロあります。イエス様は僕を本当に起こしてくれますか？もちろんですよ。100キロでも200キロでもイエス様は起こしてくれますよ。トモさん、牧師の教会に誰でも懺悔しに行けますか？行けますよ。どうぞ電話してきてくださいね。電話してきてください。ヒットさん、ハレルヤ。リュービさん、顔がコンプレックスで旅行に行けない。そんなことはないですよ、リュービさん。全然、私たちはね、私たちは誰でもイエス様に愛されています。人の目を気にしないでください、ね、人の目を気にしないで、イエス様の目を気にしましょうね。人の目を気にしてはいけません。私たちは人がどう見るかじゃなくて、イエス様がどう見るか、イエス様がどう見るかが大事なんです。聖さん、イエス様ありがとうございます。アメン。聖さん、聖書に興味があります。どこでもらえますか？そうですね、教会に来てくだされば、無料で差し上げることができますが、アマゾンでも買うことができます。中古の聖書だったらですね、安く手に入るかもしれません。
それではですね、タイトルいきましょう。タイトル、人間は神様に似せて作られた。人間は神様に、似せて作られた。教会に行ったら入会させられそうで怖いです。大丈夫大丈夫、大丈夫ですよ。大丈夫です。みかんさん聖書、あとですね、あの聖さん、あの無料聖書のアプリがあります。スマホでもパソコンでもですね、無料聖書がありますから、アプリで聖書を読むことができますし、パソコンでも、聖書サイト、無料の聖書サイトがあります。だからまあそれで読むこともできますよ。けんこさん、今日そこに出向いていいですか。そうですね、あの時間がありますので、あのお電話くだされば、で電話かスカイプか LINE くだされば、時間を作ります。時間を作りますよ。聖書を一日で読み切ることは難しいですか。新約ならできるかもしれませんね。新約聖書だけだったら一日で読めるかな、どうかな、ちょっと分かりませんが、新約聖書の方が薄いですから。ちょっと蚊がボンボン来ますね。おかしいですね。虫除けパッチ使ってるんですけど、蚊が来ます。顔にも来るかもしれませんね。はい、それではですね、タイトルいきますが、皆さん、今日私が思わされたのはですね、まあ、人間が神様に似せて作られたということですが、人間の体はよくできています。そして人間はいろんな能力があります。喋る能力、考える能力、何か作り出す能力、まあ、いろんな能力があります。でもこれは進化してできたのではありません。あ、そうですか。じゃあですね、LINE で、連絡してください。はい、LINE はあの吉尾麻生で、吉尾麻生ですね、 YOSHIOASO 吉尾麻生で LINE ができます。私が今日申されたのはですね、動物にはですね、動物には昆虫のように、まあ、その周りが硬い虫がいますね。カブトムシっていうのはね、硬いですね、周りがね。で、それは中に骨がないわけですね。甲殻類っていうのかな。あの、外側が硬くて、中に骨がなくて、内臓があるという生物があります。そういう生物は、無脊椎動物になるのかな。そして、爬虫類とか哺乳類とか魚類はですね、その脊椎動物、つまり背骨があるということですね。背骨がある。そして背骨があるということは、なんて言うんでしょうかね、一長一短ありますけど、非常にこう運動性がいいわけですね。運動性がいいわけです。周りが硬い昆虫は、運動性が鈍いと思います。そして、私が今日思わされたのはですね、その人間の体は柔らかいですよね。柔らかいです。そして例えばロボットと比べると分かります。皆さん、ロボットのイメージ、最近は人間のようなロボットもできてるかもしれませんが、今までのロボットはどっちかというとこう硬いというイメージ、機械というイメージ、冷たいというイメージがありますよね。このロボットと握手してもなんか感じが悪いでしょうし、ね、
ロボットとハグしてもですね、なんかあまり、ロボットはハグしたくありませんし、何か冷たい感じがします、ね。人間が、体温があって暖かい、そして、人間は、この柔らかい、ね。人間の体は柔らかい、その理由がですね、私が考えたのは神様がそういう方だということですね。神様は愛の方です。つまり、体が柔らかいというのはですね、神の愛を表しているのではないかと思います。硬いもので触られたら嫌ですから、柔らかい、ね、柔らかい手で触られる。私たちは温かくて柔らかい体をしているということ、私たちはそういうですね、神様の愛を表し、神様は心が優しくて柔らかくて、相手を傷つけるのではなく、相手をこう守ってくださり、優しくしてくださる。神様は愛です。神は愛です。ですから神様に似せて作られた人間の体は神の愛を表すことができる、そういうですね、体をしています。赤ちゃんをね、こうちょっと見えないかな、ちょっと見えるように、こう赤ちゃん、母親がこう赤ちゃんをこう抱くと、こういうふうに抱くわけですね。そうするとですね、目と目がですね、母親の目と、ね、赤ちゃんの目がこういうふうにこう、向かい合うことができます。そして赤ちゃんに向かってニコニコっとするわけですね。この笑顔っていうのは、まあ人間だけじゃないかと、動物は笑顔がないと思うんですが、犬は尻尾を振りますけど、犬とか猫が笑ったらちょっとびっくりするかもしれません。でも人間はこうスマイル、笑うことができます。で、赤ちゃんに向かってこうやってニコニコとすればですね、赤ちゃんはどんなに安心するでしょうか。赤ちゃんはですね、母親に愛される、笑顔で愛される、この抱っこして愛される、そこで赤ちゃんは愛を感じるのではないでしょうか。私たちの体は神の愛を表すことができるように作られていると言えるでしょう。その一番は笑顔ではないでしょうか。ぜひ皆さんがですね、いつも、まあ、怖い顔をしているならば、ちょっとそれをですね、変えてみてくださって、神の愛を表す、いつも誰に対しても笑顔、誰に対しても笑顔で振る舞ってみてはいかがでしょうか。なぜかというと、私たちは神様に似せて作られ、神の愛を表す体として作られたんです。ですから、悪魔はその、神様に似せて作られた人間を怪我して、ね、怖い顔とか暴言とか暴力をして、人間の体を、ね、悪魔のようにしようとしています。そこに問題があるんです。太郎さん、妻が乳がんで昨日初めて抗がん剤の点滴を受けました。今朝は副作用で起きてこれません。早く治ってほしいです。ぜひですね、太郎さん、イエス様を信じて、奥さんのためにぜひ、祈り始めてください。奥さんのためにぜひイエス様を信じて祈りましょう。サミアさん、本当に美しいのは心の美しさです、体ではありません。アメン。そうです。リュウビさん、顔ではないんですね。顔ではなくて心が大事なんですね。美しい心。太郎さん、キューちゃんも祈ってくれますか。あ、いいですよ。祈りましょう。よしさん、それは仏様でもいいの。仏様ではダメですね。皆さんのために死んでくださった方、皆さんの
ために死んでくださった方、イエス様に祈る必要があるということですね。イエス様に祈る必要があります。神様が作られたものはすべて美しい。サミヤさん、神様が作られたものはすべて美しい。岸田さん、朝の空気を吸うと気分が良くなります。アメン。リュウジさん、顔というのはですね、心の反映です。心が、ね、良ければ、表情が良くなるんです。もし心がですね、落ち込んでいたら、顔も落ち込むのです。ですからリュウジさん、顔を大事にしたいなら、心を大事にすれば、顔に反映されます。イエス様を信じると。イエス様を信じると心が明るくなって、顔も明るくなります。ですから、顔を意識するならば、心が大事だということですね。誰でもですね、笑顔を見たいのです。誰でも笑顔を見たいのです。ポンさん、あと1週間で退院できそうです。よかったですね。ジュデロンさん、日本の夏祭りはただの偶像崇拝でしょうか。その通りです。その通りです。そういうわけで皆さん、私たちの体は、神様に似せて作られました。ですから神様が、喜ぶようなあり方、私たちがイエス様を信じて神様の御心を行うならば、とても素晴らしい、人生になり、そして私たちはその神様に似せている体を神の御心のように生きることができます。しかし罪というのは人間の体を損ない、不健康にし、病気にし、悪いことに使おうとしています。不貧困は、神様のその、清く保たなければならない体を、怪我してしまうと書いてあります。不貧困は、その体を汚すことだという。だから私たちは、健康一番だとみんな思います、ね、健康に行きたい、健康になりたいとみんな思います。でも昨日も言いましたけど、体の健康は、心の健康から来ます。そして体の健康と心の健康は霊の健康から来ます。つまり霊的に勝利し、霊的に悪魔に勝利し、霊的に健全になり、霊的に、その神様にあって正しく生きるならば、心も体も健康になるということです。悪霊がいたら健康にならないんです。悪霊がいたら心も体も病んでしまうんです。リュウビさん、そういうふうに言われてもスルーしましょう。悪魔は、ね、誰に対してもそう言うんです。悪魔はね、ネガティブなことしか言いません。だからリュウビさん、悪魔の言うことを聞かないで、イエス様の言うことを聞くんです。悪魔は嘘つきです、ね、悪魔は嘘をついて私たちをがっかりさせようとしてるんです。だからがっかりしないでください。人が何と言おうと、そんなことはスルーしましょう、ね、私たちはイエス様の言葉だけを聞きましょう。イエス様の言葉を聞くことによって私たちはポジティブになり、神の栄光を表すことができます。カナエさん、悪霊がいたらどうすればいいんですか。イエスキリストの御名によって出ていけ、イエスキリストの御名によって出ていけと言えばいいのです。係長さん、おはようございます。 GTO さん、おはようございます。いつまでイエス様を語ってるの。ずっとです。ずっとイエス様を語ります。
44さん、悪魔は神様が作ったのではないんです。神様が作ったのではなく、神が作った天使が、神様が作った天使がですね、神様を裏切って、神様を裏切って悪魔にさせられたということですね。悪魔は、神が悪魔を作ったのではないということですね。みかんさん、4回目ギャンブル依存症ですが、どうすればいいですか。イエス様を信じましょう。イエス様を信じて、信仰に燃えれば、ギャンブルから解放されるでしょう。ギャンブルの悪霊というのがいるんですね。ギャンブルの悪霊、パチンコの悪霊とか競馬の悪霊というのがあるんです。ですからイエス様に、パチンコの悪霊、競馬の悪霊を追い出してもらえばいいのです。はい、それでは明石タイム行きましょう。だいぶ蚊に刺された。そうですね、虫パッチつけてんですけどね、だいぶ刺されてます。では明石タイム行きます。明石タイムですね。教会だったらいいけど、店とかでも出て行っちゃうの。まあ人がいたらびっくりするので、まあ人がいないところで言うといいと思います。また心で言ってもいいです。ナンプさん、悪魔は神様が作ったものではない。神が作った悪魔が裏切っ、神が、作った天使が裏切った。そうですね。信仰依存ですか。それはいいんですよ。イエス様に信頼することが信仰です。それは依存ということではありません。マラリアですか。日本にはマラリアいないと思いますね、まだね。そのうち日本にもマラリアが出るかもしれません。今のところはいないです。みかんさん、聖書を読めばギャンブルやめられますね。そういう方法もあります。44さん、神は全知全能のに、なぜサタンが裏切ることを阻止できなかったんですか。それは理由があるんですね。理由があります。神様は全部ご存知です。神様はそのサタンの出現を知っていました。それは目的があるんですね。目的があります。人間が罪を犯すことも神様はご存知でした。しかしそれを許したには目的があるんですね。目的があります。はい、明石タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、人間の体は神様に似せてるということが分かった。進化論ではない。進化して人間が生まれたのではなく、神様の性質が人間の体に現れている。優しい手、温かい体、笑顔、人を愛することができる体、人間の体はまさに神の愛で人を愛するために作られた体ということが分かった証。人間の体は、偶然できたのではない。神様の素晴らしい愛を表す特別な設計された体だということが分かった証。スタート。ジュデロンさん、日本政府が態度を改めてアジアに謝罪すべきでしょうか。その通りです。その通りです。牧師は緑が似合う。 ありがとうございます。緑はですね、神様が、人間を慰めるために作られました。
緑の色が一番、安らぎを感じるそうですよ。森林浴には意味があるんですね。この自然の中にいるだけで癒されますよね。自然の中にいるだけで癒されます。世界にはどんなに綺麗な自然が多いでしょう。日本は幸せです。日本は綺麗な自然がたくさんあります、ね。皆さん、私たちは、日本の中でも美しい景色がたくさんありますよ。しかしその美しい景色もイエス様を信じて初めて本当に美しさが分かり、美しさを楽しむことができます。世の中のことで悩んでいたら、自然の美しさが目に入りません。また心から喜ぶことはできないでしょう。しかしイエス様によってですね、世の中のことを心配しなくてよくなれば、いろんなことを心配しなくてよくなれば、自然を楽しみ、自然を心から喜ぶことができるんではないでしょうか。みかんさん、競馬をやめるにはどうしたらいいですか。イエス様を信じてですね、競馬で燃えるのではなく、ね、競馬で燃えるのではなく、信仰で燃えましょう。信仰で燃えましょう。モーカさん、人間は神様に似せて作られたということが分かってきました。手を差し伸べて人を守ることができたりします。祈る時も手を組んだり、霊的な意味があると思います。そうですね、そうです、本当にそう思います。手もですね、よくできてます。あの指のひらがあるでしょう。この指のひらはすごく、まあ、柔らかいです。しかし柔らかすぎないです。そしてこの指のひらはですね、ものすごくこう、敏感に、この触覚があります。ですからこの物を掴むとか触るとか、ものすごく微妙です。この微妙さはロボットではなかなかできないではないかと思います。私たちはほんの薄いものをこう感じることができるし、何かちょっとしたものね、もう小さなものをこう感じることができます。そして物を握るときにもう本当に壊れないようにね、卵をそーっと握ることもできるし、ものすごく手というのは神の手を表しています。聖書にですね、皆さん、神の手という言葉がありますよ。神の手という言葉があって、お医さん、おはようございます。神の手によって、神の指、あ、ごめんなさい、神の指でしたね。神の指によって悪霊を追い出したら神の国が来る。神の指によって悪霊を追い出したら、まあ、こうやってつまんで悪霊を追い出すという、神の指によって悪霊を追い出したら神の国が、来る。つまり神の指というのは聖霊を表すんですね。聖霊様のことを神の指というね、それは神様の仕事をする、神の働きをする、神の力があるということです。ですから私たちは、私たちの手もね、私たちの手も、この手当てといってね、人を癒すときに手を当てて祈ります。手を当てて祈ると悪霊が出ていき、病気が治ります。つまり、まさに手当てですね。手を当てて、聖書にですね、手を当てて、祈りなさいとあります。ぜひ皆さん、私たちの、体を清く保ちましょう。私たちの体は神様の働きができるように作られています。悪いことをするために作られたんではありません。まあ、なんか盗むことをこんなことをやりますがね、私たちの手は盗むために作られたのではありません。私たちの手はですね、暴力のために作られたのではありません。人を殴ったり、
人に暴力をするための手ではありません。私たちの手は、人を助け、人を励まし、人を癒すために、良いことをするために作られた手なんです。よく神社行くと手を洗いますよね。神社行って手を洗いますが、あれはユダヤ教から来てるんですけど、手を洗うというのはですね、手を洗うというのは悪いことをもうしない、ね、悪い仕事をしない、悪いことをしない、悔い改めるということなんですね。手を洗うということは、自分の手というのは仕事をする、一番仕事をするのは手ですよね。口でも仕事できますが、足でも仕事をしますけど、手が一番仕事をします。手というのはね、何か働きとか行動を表します。つまり手を洗うということは、悪いことを悔い改める、悪いことをしたことを悔い改める、悪いことはもうしない、これからはもう良いことだけをする、良いことだけをする、それがですね、手を洗うということです、ね。ユダヤ教の祭司が仕事をするときには体を洗い、手を洗いますが、私たちも、いつも悔い改めて、いつも悔い改めて、私たちは、自分の手を清めましょう。そして心を清めましょう。イエス様の血が私たちの心を清め、体を清め、手を清めてくれます。私たちの言動を清めてくれます。言葉と体両方清くなる必要がありますよね。ぜひ皆さん、私たちの、手も足も目も、ね、鼻も口も耳を全部、ね、神様が喜ぶようなことに使いましょう。神様が与えてくれた体、たくさん魚が釣れてます。神様がくださった体、それを神様のために使うのです。欲のために使うのではありません。悪いものを見たり、悪いものをしたりする、ね、パチンコとか競馬とかのために人間の体をくださったのではありません。神様が私たちに、体をくださったのは、神の栄光を表すために、神が喜ぶことをするために与えた体です。ですから悔い改めて、一切悪いことをやめて、一切悪いことをやめて良いことをしましょう。それでは招きをします。今日の放送を聞いて、ああそうなんだ、そうなんだ、私の体は神様のに似せてるんだ、似てるんだ、ああ私は猿の子孫ではない、私は神様に似せて作られた素晴らしい存在なんだ、今までは悪魔に騙されて、せっかくの、体を悪魔の悪いことをしてきてしまった、悪いことをするために使ってしまった、悪いことを考え、悪い言葉を言ってきてしまった、これからは悔い改めてもう悪いことを言ったりしたりしないで、神様が喜ぶ本来の私たちが与えられた、神様に似せて作られた、ように神様の喜ぶ言動、人を許し、人を愛し、人を助け、人を励まし、神の愛を表す、今までは怖い顔をしてたけど、これからはスマイルで笑顔になりたい、笑顔になって、ネガティブではなくてポジティブな心、ポジティブな言動をしたい、そのように思う方、アメンと言ってください。アメン。ポジティブな言動、ポジティブな言動したい方、アメン。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 リュウビさん、アメン。アメン。アメン。アメンというのは、はい、その通りです。はい、同意します。ということですね。天のお父様、感謝します。
私たちはなんと塵から作られ、虫のようではなく動物のようではなく神様に似せて作られた存在として作られました。神様に似たものです。なんと幸いでしょう。私たちはゴキブリではありません。私たちは蛇ではありません。私たちはカラスではありません。私たちは神様に似せた存在として作られました。なんと幸せでしょうか。しかし多くの人は悪魔に騙されて神が喜ばないことをしています。汚れたことをしています。悪魔が喜ぶことをしています。どうぞイエス様、今アーメンと言った方々が、イエス様を信じてこれからは、悪いことをするのではなく手を洗って、良いことをするようになれますように、神様が喜ぶ言動、神様が喜ぶ言動、そして神様が、神様が本当に求める生き方、神の愛を表す生き方、神の愛を表す人生生活となりますように、そこに私たちの存在の目的、生きる目的があります。多くの人がそのことに気づきますように、その大事な大事な真理をはっきりと確信して決心して、そうなろう、お金や欲じゃないんだ、お金とか欲では幸せにならないんだ、本当に幸せになるのは正しく生きること、イエス・キリストにあって正しく生きること、それが本当の幸せだということに気づきますように、体験しますように、感じますように、祝福してください。リスナーを祝福してください。リスナーを祝福してください。日本を祝福してください。世界を祝福してください。イスラエルを祝福してください。イエス様、感謝します、感謝します。喜びあふれます。感謝にあふれます。感謝にあふれます。生きてきてよかった、作られてよかった、本当にイエス様を知ってよかった、イエス様を知ってよかった、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さんよかったですね、よかったですね。ぜひこれからイエス・キリストに会って会いましょうね。ぜひ皆さん、素晴らしいことが起きます、素晴らしいことが起きます。神の、私たちの体を通して、神の栄光が表されます。素晴らしい良いことができるんです。皆さん、今までは悪いことしてきたかもしれません。今までは悪いことしてきたかもしれません。これから良いことができます。イエス様が喜ぶ良いことができます。善に励みなさい、善に励みなさいと書いてあります。イエス様が力をくれます。私には何もできない、私はもうダメだと思わないでください。イエス様が助けてくれます。良いことができます、良いことができます。善を行います。イエス様を信じてイエス様の教えを実行しましょう。それでは、また夜7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン、ハレルヤ、ハレルヤ、シャローン、シャローン。